あ皆さんこんんこにちは埼玉県立がんセンターの山口ですあの私が担当するところは抗がん剤治療のところになります実際にですね抗がん剤治療というのはあの非常に皆さんにとってはネガティブなイメージが大きいところかと思いますけれど、まあ、ちょっとそこを皆さんのですね、まあ、そういうネガティブなイメージを少しでも払拭できればと思っています先ほどから話がありますように我々はもうこれからがんと向き合っていかなきゃいけない。 結局がんになる人っていうのはもう日本人の死因のトップですし2006年以降はもう死因亡くなる原因の3割以上ががんですそして大腸がんっていうのはですね特に死亡摂取食が増えてきた欧米型の食生活ということでがんが増えてくるっていうのは言われておりましてこれ世界的な問題になってきてます。そしして先先ほどの斉藤先生の藤生話にに、ありましたように 大腸がんってどんどん増えてきています。まあやっと最近の対策で少しここが頭モちになってきたっていうのはありますけれど、やっぱり大腸がんっていうのは我々の念頭に置かなきゃいけない。またどうやって制御するかっていうのは常に考え続けなきゃいけない癌だということは変わりないです。で、癌がなんが何で怖いんでしょうか。その場所にとどまっててくれたら別に怖くないんです。先ほどの手術のように頑張って取っちゃえばいい。だけど 怖い理由はというのは、癌は周りの臓器に食い込んでいったり、それから転移をしてしまうというところが癌の怖いところなんですね。そうすると治療の理想はというと、こうやって転移する前に取ってしまう。で、確かにこれが理想なんです。でも見つかった段階で取ってもまあ仕方がないというか転移をしてしまっている場合とか。 せっかく頑張って取ってもらっても見えなかった転移が後で見えてくるようになってしまうと残念ながら今の医学では治療を目指すこととは難しいことこれは実際にこの間治療を開始した患者さんの画像をお借りしてきたんですけれど大元のがんがありまして肝臓の定がこれぐらい大きくなっていますがんが全部症状を早い時期から出してくれたら こんな段階で見つかることはないんでですねでも時々ここまでいってやっと症状を出す患者さんもおられるんでなかなかがんは症状だけで見つけるのは難しいそして症状というのは大体周りの臓器に食い込んだり便の通りを悪くしたりしたことで出てくるので症状が出てきた時というのはある程度進行していることが多いんです。 で転移が見つかりますと時にですねこれは直腸がんの例なんですがこの黒いところは骨への転移ですそしてこの方は小脳に転移してしまってますこうなるとですねなかなか治す治癒を目指すというのは難しくなってしまいますでもそういった患者さんにとってもですねできるだけがんを抑えていく方法というのが抗がん剤ですなんで 転移した癌に対して抗がん剤を使うんでしょうか？って言うと血液が体中にも合っています。ですので、抗がん剤っていうのは血液に乗って癌に届くから、こういうまあ、進んでしまった。癌に対しては抗がん剤が使われます。で、ですね。まず、細かい抗がん剤の話をする前にですね。よく外来で抗がん剤の話をすると、患者さんから聞かれる質問について先に答えておきますが。 抗がん剤、副作用で全然効かないじゃないかと。テレビドラマ見ると、患者さんは必ず洗面器抱えて吐いてるんですね。でも今、抗がん剤ってそんなにきついもんじゃない。まあ、きつくないとは言いません。患者さんそれなりに頑張って耐えてくれてますけれど、そんなひどいもんではない。これはですね、一例です。これ原発層、大元の大腸がんが、 抗がん剤半年やった時点で内視鏡で見てみますと本当にどこに大腸がんがあったかっていうぐらい縮んでくれる例もあります実はこれは後で紹介します分子標的を使った患者さんですそれから副作用って怖いんでしょうか怖くないってことはないでもですね副作用だって対処が進歩してます例えば 皮膚にいろいろなトラブルが起きた時の対処法もいろいろ研究されてきてます。下痢が出た時の対処法も研究されています。そして、がんの患者さんが最も嫌がる抗がん剤に伴う吐き気なんかもですね、まちょっとこれ商品名が出過ぎてて問題なんですけど、これは吐き気止めの薬です。初期に出てきたもの、それから最近出てきたものなんですが、こういったものがですね、患者さんの吐き気に、 非常によくく聞いてくれてれます私が医者になった20年前なんかはですね副作用でどうしても患者さん吐いてしまうんで精神安定剤で23日ぼーっとしててもらうというような対処しかなかったんですが今はこういったお薬が出てきているので抗がん剤の翌日からららおお仕事に戻れれる方も結構おられます実際に医者はどうやって薬のトイレを決めてんでしょうかさじ加減ですか 実はは加減ではなくてです、ね、抗がん剤というのは基本的に身長と体体重ののの算出の体表面積というので決めてるんです、ね、ですが例えばお酒の例でいきますと私のようにデブで体がでっかい人がじゃあ,あの同じ量でも同じような太った人が何人かいてもお酒の強さがバラバラのようにこの計算法では体の中の分解酵素までは分かんない。 抗がんん剤も一緒なんです体の表面で体表面積で決めるけれど本当にその人の必要量っていうのは分かんないんで実は投与しながら調節していきます。1回目がきついだからやめたじゃなくて1回目がきついならばその人に合うように減らしましょう副作用が消えるまで待ちましょうという投与法をしていきます。そして その患者さんが耐えれる合う量を探しながら治療していくというのは基本の考えです。で抗がん剤が高いんでしょう。そんなお金かけるんだったら抗がん剤受けないで遊んでた方がいいです。確かにそうかもしれない。ただですね、日本というのは先進国の中で最も。患者さんが恵まれていると私は思います。アメリカなんか貧富の差が。その受けれる治療に対してすごく。 差を出してますけれど日本の場合はですねある程度の自己負担量増えるとあとは戻ってくるんですねただこれも患者さんががが知識がなないいと申請ができない埼玉がんセンターではですねこういった相談支援センターっていうところこれホームページ見て頂い,いて書いてありますけどこの中でソーシャルワーカーさんが説明してくれるまたソーシャルワーカーさんにアクセスできるようになっておりますし 埼玉県もですね、こういう保険医療の相談の窓口を持っています。ですので。経済的なところも、こういった社会的なサポートを上手に使いながらやっていくと。皆さんの持っている不安がいくらかでも軽減される。なぜですね、こんな話から入るかというとですね。抗がん剤やっぱ副作用あるんです。癌と戦ってもらうために。まずさまざまな不安を取っておいて。 がんと本気で戦ってもらうために先にこういった解決できることは解決してから立ち向かってもらいたいと思いますですのでこういった心配事が解決しておいて大腸がんと戦っていただきたいと思いますでですね治療についてはあの先ほど西田先生もこのガイドラインの重鎮で委員をやってらっしゃいますけれどこういった日本の あの有名な先生たちがいろんなアイディア、それから知識を出し合って。ガイドラインというのを作っています。そして。その治療。まあ基本的には。標準的に取るべき治療というものが。このガイドラインに書かれてるんですね。で。これの中にですね。まあ少し厳しいお話になりますけれど。進行再発大腸がんの生存期間中央値、これ後で解説します。けどは。約八ヶ月と。 言われてますでただ残念ながらですね化、まあ、学療法の進歩によっては2年まで平均的なお時間が2年まで伸びてきましたけれど治癒するまででは難しいでしいょうこれが今の医学の限界です。で僕らがどういうデータを見て患者さんの治療を選んでいるのか患者さんの治療を望んでいるかっていうとですね 臨床試験といって過去の治療の成績が論文とか学会で報告されています。ですから情報をいかに集めてそれを理解して咀嚼して患者さんに提供するかっていうのが我々化学療法医のまあ腕の見せ所なんですね。でそのデータの一番重要なのはこの生存曲線と言われるもので治療開始日がだいたいゼロ日でこっちに時間を取ります。 でこっちが生きている患者さんのパーセント大体いいこのカーブというのは指数関数的なカーブをとると言われているんですがこれだけでは治療の力が比較しにくいので通常僕らはですね化学療法の場合半分の方が生きている期間の長さこれを生存期間中央値とかメディアンサバイバルタイムとか50%生存期間という言い方をします。でですので さっきから平均的にとかだいたいこの治療の力はっていうのはこの値なんです。もう一つはがんが縮む確率っていうのは走行率で、これ走行率が50%ですよ。残念ながら50%が治るってわけじゃないんですね。半分未満に縮んでくれる人が5割ですよっていう指標なんです。で、生存期間治療値が長いっていうことはどういうことかというと。 こっちが長い治療こっちが短い治療だとあるポイントを見たときにこの長い治療の方を取った方が生きている確率が高いすなわちいい治療というふうに理解します。ですので臨床試験の中ではよりこの長い治療を求めて我々は模索しているそして我々もこの長い治療をできるだけ患者さんに提供していくという形をとっています。実際の論文ではではすね こういうカーブが出てて、この3つの治療のカーブのうち、このカーブが一番いい治療を示しているという理解をします。まあ、論文の中ではですね。あとはこれ吐き気とか下痢とかだるさとかっていうのは書いてあって、それのパーセント等なんかも論文に出てまして、この頻度が高いものは患者さんにも注意喚起をしなきゃいけないし、僕らも念頭に置きながら治療するっていう形をとります。 大腸がん治療っていうのはですね緩和医療として、まあ、症状の対処だけしてきた場合は平均的に5、6ヶ月と言われています。それが 5FU しかなかった時代っていうのが、まあ、十数年前なんですけれどそうすると大体平均的に1年イリノテカンとオキサリプラチンというのが出てきて大体1年半そしてこの2つの治療を上手に使うようになって20ヶ月そして 最近は分子標的という新しい薬が出てきて、これで二年を超えるようになってきたと言われています。もう少し具体的にお話をしてみますと、先ほど紹介したこれ生存曲線なんですが、ファイブエフユーという抗がん剤だけがあった時代の生存曲線です。これは抗がん剤しない人、これはファイブエフの抗がん剤をやった人、この報告の中では何もしない、抗がん剤しないと八ヶ月の平均が 抗がん剤をやることで12ヶ月になりますよこの差っていうのは統計的に偶然ではないということが検証されていますので大腸がんは抗がん剤をやった方が大事な寿命は伸びますよということが証明されています。でそしてその次に出てきたのがイリリノテカンンとオキサリプラチンですで実はこのイリノテカンもオキサリプラチンも日本で出てきたお薬なんですが。 残念ながら日本っていうのは抗がん剤を社会として受け入れてなかったので本当に薬として治療法として確立したのは海外でしたそして海外からもう一回日本に参入させるために時間がかかっちゃったのがドララッグラグなんですね、まあ、この話はまたいつか機会を持った時にお話したいと思いますがこの治療法でこれ臨床試験のシェーマなんですが。 ファイ a f u とロイコーボリンとオキサリプラチンという組み合わせの治療を先にやってファイ a f u ロイコーボリンイリノテカン先ほど石田先生が言われたフォルフォックス療法とフォルフィリ療法なんですがこういう順番でやるのとフォルフィリ療法イリノテカンイ a f u ロイコーボリンとオキサリプラチンファイ a f u ロイコーボリンでやるのとどっちがいいんだろうなっていうような臨床試験が行われた時にこのカ,カーブが全く重なった。 そしてこの生存期間治療値が約20ヶ月ということが証明されたのでこの2つの薬をどっち先でもいいけど1発目やったらこれが残念ながら効かなくなった時がんが抵抗力を持ってしまった時にもう一つの方に上手にスイッチして治療してあげると患者さんの平均的なお時間20ヶ月提供できますよということが証明されてそしてこの戦略が日本の標準になりました。 ただです、ね、この治療というのはちょっと投与法に、まあ、あの複雑さがありましてこれあの長さがこれ時間を示してますロイコボリンというお薬を2時間それからオキサリプラチンごめんなさいこれ120分ですオキサリプラチンは2時間またはイリーノテカンは90分で投与してここに 5FU というお薬を短時間で投与します。 そしてこっから先は実は牛乳瓶ぐらいのポンプに詰められたお薬を家に持って帰ってもらって持続的に投与するこの細かいごちゃごちゃしたところは各施設の通院治療センターとか入院で投与されてここは家に持って帰ってここの針を抜くところは家でやるっていうのが基本的な投与法です。そのためにです、ね、実は 鎖骨の下にこういうポートといってですねあのこういう管を入れさせても埋め込ませてもらうんですねこれどういうふうに埋め込むかっていうと消毒しててちょっっと切って鎖骨のこ,のここの鎖骨のすぐ下に走ってる太い静脈にこのチューブを入れちゃうんですねそしてポートこれを指の大きさからどれぐらいの大きさか分かるかと思いますけれど500円玉よりちょっと小さいぐらい。 これを皮膚の下に埋め込んじゃいます。そして埋め込んでこれが傷が塞がるとお風呂に入ってもいいし「運動しちゃいけませんか?」って聞いちゃうと「手を挙げないでください」って言われますけれど実際私の患者さんでゴルフやってる人もいますし鉄棒やってる人もいますから多分運動で抜けることはほとんどないと思いますがこういったのを埋め込ませていただきます。そしてさっきの治療をやる。で、 風船が薬を送り込んでくれるっていうのはこの機械で、これが46時間かけて抗がん剤を送り込んでくれて、実際にこれが患者さんに針を刺して固定したところです。で、こういったお薬の歴史を見ますと、5 A ファイブエフューが出てきて、そしてオキサリプラチンが出てきて、最近ではこういった分子標的薬剤が出てきました。最近よくあの新聞なんかでも耳にする分子標的薬剤っていうのが、 実は画期的な薬剤と言われてますでこれは何が違うのかっていうとがんの研究の進歩が進んできてがんの浸潤増殖転移に関する分子のメカニズムが分かってきたそうするとそこを直接抑えるようなお薬を開発してきたじゃあ従来の薬とどう違うかっていうと従来の薬っていうのは正常の細胞とがん細胞をシャーレに買って抗がん剤をかけて 細胞がよく死んで正常細胞があんまり死なない薬を抗がん剤にしてきたそうすると当然副作用も強く出ちゃうというふうに考えられています。ターゲットになる分子というのはこれは細胞の模式図なんですけど表面の受容体といって、まあ、ホルモンとかいろんな刺激を受ける入り口なんですがここに対する抗体とかここから入ってきた増殖がん増えなさいよとかこの細胞増えなさいよというシグナルを 伝ええるる小さな物質を抑える薬薬こういったものが薬として出てきて出きます皆さんあのイレッサでですねかなり分子標的にも怖い薬だっていうふうに報道があったかと思うんですけれど当初あれは夢の薬と言われていましたそしてがんに異常が主に出ているこのイレッサがターゲットにしている氷皮増殖因子これだけが抑えられるんで副作用少ないんじゃないかって言われたんですが最近分子標的で分かってきたのは に対する得意性はどううも高そうだよでも正常細胞にも作用して従来の抗がん剤では予想できなかった副作用が出てきているこれはやっぱ受け止めざるを得ないところですそしてただですね標的分子がはっきりしているのでものによってはなんですものによってはこの効果を投与前に予想できることがあると言われています。 今大腸がんで使われている分子標的薬剤っていうのは血管内皮成長因子の阻害剤のベバシズマブと上皮成長因子受容体の抗体のセツキシマブパニツムマブです。ベバシズマブはですね結局がんが大きくなるるために栄養を要求するんです、ね。でこういった影響を要求するときに VEGF 血管新生因子が出てきて血管出てきてがんに栄養をよこせ。 って言ってるここを抑えるのがこのお薬ですで血中の中に血管新生因子がいっぱい出てくるんですがこれをトラップしてくれるのがこのベバシズマブというお薬です。でもう一つは VEGF が過剰に血中にあるとんの血管って実はって無秩序なんですね。そうすると正常の血管って動脈から細かい網目になってこの網目から栄養が 周りの組織に流れて静脈が回収するっていう流れなんですが、がんの動,動脈、静脈って無秩序なんで、こういう太い血管が行くとサーッと薬が流れちゃうんです。だから抗がん剤いっぱい投与しても、実はがんの組織の中にあんまり染みてないっていことが分かってきました。こういうベバシズマブを使うと、この血管が正常に近くなる。そうすると、 ちゃんと血液の中に投与した抗がん剤が癌に行ってくれるようになってくるということが言われていますじゃあこのお薬どういうところで使うかというとこれは先ほど紹介したガイドラインの中のアルゴリズムで我々は患者さんの状態を見てこのアルゴリズムの中でこの患者さんはどのアルゴリズムのパターンで治療したらいいかっていうのを考えながらしていますそしてベバシズマブを使うべきところというのはここと言われています もう一つの EGFR 抗体のセツキシマパニスマブは実はこういうところですから1次治療で使うか2次治療で使うか3次治療で使うかっていうのはさまざま患者さんの病態を見て選ぶことになります。でこのお薬がですね実は大腸がんで初めて遺伝子検査と効果っていうのが相関するということが分かってきました。結局こののラスとという遺伝子の変異があると この抗がん剤は効きませんよってことは分かったんですね。ということは検査としてこれは調べなきゃいけないということになりました。で投与される抗がん剤ってどうやって選ぶんでしょうかっていうと、僕らは常に患者さんを見るとき、もう診察室から入ってくるときに患者さんの歩く元気さとか息切れしてないかとかいろんなのを見ます。し患者さんの元気さとか合併症とか。 そしてお話を聞くときにどこに住んでますかとかここまでどうやって来ましたかって聞くのはうちの病院にそんなに体力使わずに通ってもらえるかなとそういったことを聞いてるんですね栄養状態とか不安がないか気持ちは落ち着いているかそれからこの人は飲み薬ちゃんと飲んでくれるかなどれぐらい私の言ったことを覚えてくれるかなっていうのもお話をしながら聞いてます。もう一つはです、ね、癌の状態 これは大腸がんの原発なんですがこれバリウムで見たところなんですけど細くなってますこういう時に下痢の強く出る抗がん剤をやるとここを通る下痢がここを通るんですだ絶対お腹痛くなりますよね。ないしは時にですねここに圧力がかかりすぎて穴が開いちゃう穴が開くと致死的な副作用ということになりえます。 そうするとこういうのを見たら先に手術をするという方法もあるんですが手術する余裕がない場合は下痢の少ないい治療から入りまましょうというふうとふに考えますそれからこれは肝臓の転移これはここに首のリンパ節の転移これは肺の転移これ実はこれ大動脈の前のリンパ節の転移なんですがこういったリンパ節の転移なんかは背中に痛みを出しちゃうんです。 こういった肝臓の転移って、この転移が大きくなると、この大事な血管、肝臓に栄養を送っている大事な血管を抑えちゃうと。肝臓をやられちゃうんです。こういうのを見ると。これは少々副作用強くても、癌が縮む力を強い薬を使わないと。先がないなって考えます。そうすると、ちょっと副作用我慢してね、でもが。癌が縮むという報告が一番高い治療を使う。 選択をします。逆に肺にこのちょろちょろっとあるだけだったら比較的症状出にくいんで優しい治療で長く引っ張るぐんぐん縮めるというよりはがんを抑えて長く引っ張るというような考え方で治療を組みます。もう一つはですね先ほどちょっと触れましたがんと遺伝子の関係なんですが正常の粘膜からポリープが進んでがんになるまでに 実は APC DCCP5、K、ラス C P、こういった遺伝子が変化することが最近の科学で分かってきたんです。そしてこの変化って何が何臨床的に何とつながっているかっていうとがんが増えるとかがんが周りに食い込むとかがんが転移するとか抗がん剤の抵抗性を持つこういったのが遺伝子の変化に伴っているということが分かってきました。そうするとまだ こういったところは研究段階なんですがここういったことを遺伝子検査としてやるとより患者さんに適切なお薬が選べる時代が来ると言われています。その走りがケーラスだったんで,す、ね、で実はですね最初に挨拶に立った多部院長が専門にしている乳がんなんかはこれも一つ数千の遺伝子を一遍に調べる方法論で 見てるんですけれども遺伝子のパターンで治療が変わるですからこういったパターンを見て治療する時代になっちゃったんです大腸がまだなってないですねですのでただ乳がんでうまくいってるということはゆくゆくは研究が進めば個人個人のがんに合う治療が選べるようになることは言われていますでセツキシマブというお薬で例を挙げますとこのセツキシマブというのは表皮増殖因子のレセプターにくっついて ここに普通のホルモンみたいのがくっつくと増殖のシグナルが流れてが増えなさいよっていうシグナルが流れるんですがここを抗体が抑えちゃたとでもケイラスの遺伝子っていうのがこれが異常を起こしてるとここから増殖しなさいっていうシグナルが流れちゃうんですそうすると上を抑えてもしょうがないんですっ、ね、と効かないのに上を抑えると全然意味がない。 これは実は抗体薬っていうのはもう一つは抗体なので免疫が絡んだ治療あの効果もあると言われているんですがこういったものが証明された理由っていうのがですね臨床試験の中で抗がん剤にこの分子標的のセツキシマブを加える人と加えない人の比較が行われてこれ生存曲線さっき言ったようにこっちの方が治療がいいんですがこの差ってわずかだったんです当初。いいうのを見ないで評価した時 なんですがこのケイラスの変異した人と変異してない人を比べると変異した人ではものすごいさ変異してる人は逆にこ,うこの雪島を超えると何か悪そうだっていうことは分かったのね。そうするとやっぱり調べべてていいい人だだけに使うべきだっていうききとこが出てきましたそして全体の生存期間を見るとこのきれいにケイラスの変異がある,人なある人じゃなくてない人だけで見ると。 これハザード 0.7kg っていうのはその瞬間瞬間に死んでしまうリスクを2割下げるっていうことが証明されたそうするとこれは薬としては十分世に出す価値がある一般的に使われる価値があるということが分かったのでセツキシマブがが今我々のの診療の場に上がってるんですね。ケイラスの遺伝子で変異がある患者さんっていうのは効果もない。 副作用は当然普通にあるし効かないお薬でも高いんでお金がかかるそうするとちゃんと遺伝子検査で選んであげると効かかかないって最初から分かってる人4割いるんです。するとこの人に対しては無駄なお薬を与えなくて済むし無駄な副作用をかけなくて済む。 6割の人にはより効く確率が上がるというふうに言われてますのでこういった遺伝子をもう調べる時代になってきました分子標的というのは夢の薬と言われてたんですが実は特徴的な副作用というのが出てきています。これはイレッサの同じターゲットなのでこういった皮疹が出るんですが表皮皮増殖因子がが抑えられると皮が出ちゃいますそれから皮膚の変化が出るんで皮膚が乾いちゃったり爪が変化したり。 こういったものもですね、あの覚悟の上で治療しなきゃいけない。ただできるだけこういったものをクリームとかステロイド、副剤質ホルモンなんかでケアしながら治療する方法論が出てきてますので、この薬が出てきた当初に比べて患者さんの副作用というのは軽減しています。で、これはあのこういった時にですね、副作用の度合いと効果を総合を見たものなんですが。 一番上この皮膚の副作用が強い人ほど効いてるんです通常の抗がん剤は副作用と効果ってあったま相関ないと言われてますだから副作用でだから効くんだっていうのはちょっと違うんですが分子標的薬剤はターゲットになる分子がどれぐらい抑えられたかっていうのに依存するんでやっぱりこういう副作用との相関が出ちゃうんですねだから逆に言うと皮疹が出ました雪木マブ投与されて皮疹が出ましたっていうとあ。 聞く可能性が高いなっていうふうに考えてもらってます。でですね。抗がん剤って言うと、まだまだ患者さんの中に誤解があるんですが。抗がん剤をすると、ずっと入院でしょう。それから副作用で Q. O. L. 落ちるでしょう。今でも信じている方います。抗がん剤ってですね。実はできるだけ外来。残念ながら限界があります。ですので、できるだけ。 皆さんの家から通えるる形でで治療すす。ようにできていますこれはうちの通院治療センターなんですがこういうリクライニングの椅子とかベッド抗がん剤治療中退屈でしょうからテレビを見たりして過ごして抗がん剤投与受けて帰ってもらっています。それから QOL これクオリティーオブライフの略なんですが抗がん剤ってより強い効果の高いものをやると副作用が強いかもしれない。そうすると、 副作用、抗がん剤の副作用があればあるほど QL は落ちるでしょうこれ皆さんの一番の心配かと思いますけれどこれはあの実は 5AFU ロイコボリンって昔の治療にオキサリプラチン今フォルフォックスってスタンダードでやられてる薬の皮膚が世の中に出てきた時の臨床試験なんですが生存曲線もフォルフォックス療法オキサリプラチンを上乗せした方がいいっていうデータが出てきた時の QOL のデータです。 結局生存を伸ばしてくれる。でも副作用は強くなってくれる。フォルフォックス療法の方がこのカーブっていうのは抗がん剤じゃなくてが患者さんの体調が落ちるまでを落ちたときに。まあ、あのイベントとして評価するんで、これできるだけこっちであれば、あるほど体調が落ちなかったってことなんですね。そうすると副作用がきついはずのフォルフォックス療法の方が体調が落ちてないんです。 で同じようにですねフォルフィリ療法といって 5FU イ追いコボリに胃の手間を加える時の臨床試験これもイリノの手間を最初の治療から加えた方が生存期間が伸びてるよっていうデータなんですがこれも副作用が落ちて体調が落ちるまでの期間を見るとフォルフィリ療法の方が副作用強いくせに体調が落ちる期間を後ろへ伸ばしてるんです。 患者さんの気を落とすのは副作用じゃないんです。癌なんです。そうすると癌を抑える力の強い薬を頑張ってやることこそ、患者さんにいい時間を提供する方法なんです。当然副作用のマネジメントは必要です。だけど、いい治療、強い治療というか、力のある治療を適切に通していくことが抗がん剤の基本的な考え方です。 で抗がん剤だけでなくもっと向上させるためにこれはうちのキャンサーボードといって大腸の外科の先生放射線の先生我々科学療法院こういったものが一緒になって自分たちの持っている技術をどう組み合わせるかっていう議論をしながら治療していますこれは一例なんですが肝臓の転移があったそして我々が抗がん剤をやって縮んだこれなら切ったらがん全部取りきれるな通常転移しちゃうと治らないんですが。 これならってて、取り切りに行きました。で、この患者さんは、まあ、残念ながら3年後ぐらいに再発しちゃいましたけれど。3年間抗がん剤なしで、いい時間を過ごされています。内腸がん治療っていうのはですね、まだまだ改善の余地、改善の必要性ありますけれど。あの進歩してます。この一つはこういう分子標的が出てきたことと、それから。 多職種のチームが共同して患者さんをどう治療するか考えるようになってきたこれが非常に大きな進歩なんですまだ限界があるんですけれど今日壇上に立った医療者研究者たちはですねいつかどんな大腸がんも治せる時代になることを願って仕事研究を続けておりますちょっと雑白な話になりましたけどご清聴どうもありがとうございました 山口先生どうもありがとうございましたすみません